暑さもちょっとはマシになったよ。顔いいよね、青春じゃないか。よねよね、思った。イチョウの浜辺でテルとの勝負に勝つ。イチョウの浜辺って言うんや、あれ。全然知らんかったけど。さあ勝負しますか。何体持っとんかな、ポケモン。ああ突っ込みよった。え、それは君のポケモンじゃないんか。めっちゃ普通にテルのポケモンかと思った。野生かーい。大大大発生、情報が欲しければ俺との勝負を受けてもらうぜ。いいですよ、負けないので。お前が空から落ちてきたこと、俺にも意味があることにしたい。これからも共に調査隊であるため、俺はお前に勝ってみせる。やだよ、負けたら進まないじゃん。え ?5 体おるん、結構おるね。やめてよ、プチっちゃかわいい。ってことは、え、誰だ?ゴーリキーがいいんかな?あれ違うね。ディアルガ?なるほど。いっけー、ディアルガー。またしても大きさの差がすごい。アイアンテール。今私何レベルまで大丈夫なんやっけ?言うことを聞かすの。70?80 ぐらいか?ムクホーク。あー、いかんね。ムクホークってことは、雪の王か。うん、多分70までは絶対大丈夫やったけん。80までいったんかな。基本的に、でかいポケモンばっかな気がする、私。持っとるの。今手持ち。え、やばいやばいやばい。一発でやられたんですけど。レベル9もしたやのに。反動もでかいね。体力半分以上持ってかれたけど、君。あと、ハガネールしかない。頑張ってくれ、ハガネール。え、こっちは大丈夫?効果抜群とかならん?お、いいね、いいね。基本的にこっちのポケモンでかすぎてさ、全然画角に収まってくれんっていうね。バリー、あ、それはいかん。それはダメ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 。あー、やめてよ。2回連続とかよろしくないよ。私めっちゃお尻向けとった、向こうに。アイアンテール。よし、よかった、一発で。じゃないとね、この次の一発でやられとった気がする。林亀。ちっちゃいね。かわいいね。ん?あ、継続的にダメージ受けるやつ。炎の牙。めっちゃいろんなタイプ持っとる。いいね。あ、でもこれめっちゃじわじわいかれるやつや。超じわじわいかれるやつや。え、あと2回ぐらいいるかな。あ、いけた。よかった。あと1体。ピカチュウ。これはあれよね。いや、どうやろう。いけるか?10万馬力。一発で、うし!いった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 。え、これ最後ダメージ受けて終わらん?おー、よかった。めっちゃギリギリで勝ったよ。それだけの強さがあれば、どんな調査だってできるよな。イェーイ。お、しかも鋼のレベル上がった。やった。強くなりたい。お前の好敵士と呼ばれるようになれば、もっとすごい調査ができるはず。ビガー。ピカチュウ、俺の思い分かってくれるのか?よーし、明日に向かって走ろうぜ。青春か?いいですね。え、何、どうした?待て待て、俺最初の目的を忘れてるよな。ん?情報?俺と博士が話し合った大大大発生の推測を教えるぞ。うん。なんでも、時空の裂け目からのエネルギーの残滓にポケモンが集まっているようだ。ただ、残滓と豪雨の関係については、もっと調査をしないとわからないな。うん。ちんぷんかんぷんだけど、あんたたちすごいんだね。うん、私もちんぷんかんぷん。何言ってんだかわかんねえや。
大発生だけど、原因はもちろん翡翠のみんなにとって危なくないかの調査も大事だな。ヨネさん、アイナ、では失礼。まあ、現実でもね、なんかこう動物の世界、動物たちに異変が起こったら、なんか良くないことが起こるみたいな言うやん、自然災害とか。いいね、調査隊。若い連中が熱いのって好きなんだよね。いくつですか？若いでしょ、君も。さてと、お次は天眼の山麓。と言いたいところだけど、山麓で大発生が目撃された話は聞いてないんだよね。まあ、次ってことかな。天眼の山麓での大発生の目撃情報が入れば、山麓ベースに集まろうじゃないか。どうせすぐに発生するんやろ？とりあえずは、今ね、せっかくここにおるけん。え、待って。一旦回復しまして。一旦回復して。で、このね、群青の、あれ？発生宣言。なるほど。お、ムクホークとハガネイルが。よき。調査続けます。まだこの群青の海岸でメイン任務の方があるけん、そっちを次やっていこう。少しだけ。よし。火山に向かうんよね。あのマーク邪魔やな。ちょっと消しとこう。え？ないやん。これか？うん、なくなった、なくなった。んで、ひふき島。溶岩の戦場へ。ゴー。あ、おったおった。あれ？でも、話しかけるんじゃないんやね。ウィンディもキングとして独り立ちしたようです。荒ぶる力を我が物としながら。ウィンディの相手をしてくれますか？あなた様なら安心ですから。ほう。これは？再戦するってこと？なの？か？来てくれただけで嬉しいのです。これはまた違うやつかな？だってマークついてないもんね、別に。ってことは、あっちに向かえってことかな？ん？なんかそこにもおるぞ。ここ抜けていくんか？ん？あれか。いつでも、この島キングたちと再戦できるっていうことなんか。アイナさん、遠くまでご苦労様です。いえいえ。まあ、ワープで一瞬やったんでね。あの、鈴木さん、ガラナちゃんは来ないの？ですね。そのですね。ウィンディと会うので、河口の祠をですね、調べておいてと。ひどい。私が熱いのが苦手なのを知ってるくせに。それで、ずっとその格好なんか。じゃ、寒いとこにそれで行っても平気な感じ？島キングのキャプテンは優しく強いお方。決してそのような。アイラさん、ささ、参りましょう。そのようななんだよ、最後まで言えよ。うわ、めっちゃ暑そう。もう色からしてやばいね。ゴゴボ、ゴボボボ。何このポケモン。何かいるよ、アイラさん。え、なに？どこ行った？私。じゃあ、視界から消えるのやめてもろって。どれで行けばいいんだ？雪の王か？あ、違う、雪の王行かんかったよね。パルキアか。行けー。え、違う。これあれか。え？キャー！これは、待ってって。痛いって。痛いって。これはポケモン勝負？ああ、めちゃくちゃ落としてきた。こいつ捕ま、やけんさ、その1回目のやついつも何？あれは必ず受ける攻撃ですか？やめてって、怖いって。あ、それさ、めっちゃ痛い。くそー。あ、なんか変わった。なになに？え、なに？ボール？私今ボール投げた？え、なんか捕まえた？なに？え？え？
え、今勝手にボール投げた？私が投げたんかな？ああいうのは鋼鉄プレートを手に入れた。やっつけるんじゃないんや。捕まえる？ん？泥団子がなくなって、ボールに切り替わっとったんかな？鋼鉄プレート、鋼のタイプの石板。あるポケモンに使うと鋼の力を得る。なるほどね。攻撃をさせる隙を与えずに、泥団子をぶつけまくればよかったんか。うん。暑さもちょっとはマシになったよ。顔。顔。ウィンディとヒードラン。2匹の炎を吐くポケモンが火山のある星、火山のある島にいれば。それはもう暑い。いえ、暑うございますよね。ねえ、鈴木さん。私来る意味あった？ありましたとも。真珠団の長として、キングバ近くでの異変を、直で見るのも立派なお仕事では。本当かな？私がガーディを鍛えるよう言ったのを覚えていて仕返しとか。そんなそんな、滅相もない、愛の無知とはおっしゃっていましたが。やっぱり、ガーディには優しかったのに。アイナさん、お疲れ様でした。僕たちは先に戻りますので。これでこのメイン任務は完了か？お、メイン任務、ひふき島のプレートを達成。あ、じゃあ他のも同じように、捕まえていく感じ？コギトに教えてもらった話によると、プレートは残り3枚だ。ふんふんふん。